春風涼しでございます。ということで、今日はダラ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 話をしようかなということで、春風さん、高校の大先輩に中尾明先輩おりまして、何度か CM のお仕事をさせていただきました。おお、君ね、あ、俺の怖いね、よろしく頼むよみたいな感じの先輩でございますけれども、中尾明さんといえばビュンビュン、ねじねじね、ねじねじね、ということで春風涼し、仕事をさせていただいた時にですよ、そのねじねじをですね教わりました。どうやってねじねじ作るのかを教わりまして、そして先輩、教わったのでこれで私、直伝の免許改転ということでよろしくございましょうかって、おう、君いいよ、ねじねじやりたまえっていう感じでございますので、今日はねじねじについてご紹介したいかと思いますけど、ねじねじはですね、まあ、女性用のこういう、まあ、スカーフですな、普通ね、なんかね、薄手とか厚手とかで薄手の方がやりやすいっすよ。で、まあ、こうね、こうなって真ん中をお首にかけるでございますよ。かけるでございます。そしてそれを一度、これね、ここは中尾明大先輩からの辞典、一回縛ります。一回縛ります。あとは同じ方向へ、よいしょこれでしょ、よいしょこれでしょ、回しながらねじっていくと、ね、というような感じで、最後はまあちょいとって縛れば中尾明先輩のねじねじ完成でございます。まあというのがバリエーション1。さてさて、もう一丁、よいしょよいしょ。で、今ちょっと首元ふわっとしてたんですけど、初めからじゃ少しねじりまして、で、適当にねじって、同じね、縛りまして、ちょっと首元がすっきりするタイプね、ちょっとあんまりねじってね、感じでね。で、あとは同じね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 じということで、最後を横からセット、最後を縛りましてね、ちょっと整えまして、肩、ネクタイ締めるよりも簡単、中尾明大先輩のねじねじでございました。いかが皆様のねじねじ、おすすめでございます。